ートが目に入ったんでしょうね。もう最初からセンターが自分が行って行ったら取れとったと思うけど、ね、ちょっと目に入ったんですよ。2つ目になってるから、最初のやつエラー。またはさっきゼロだったから両チームノーエラー。今急に2になりました。20だ。さっきのセンターのセンターのエラーです。あ、かもしれない。あ、そうか、あのエラー。あ、エラー。何なの、ピッチャーね。さあ、頑張れ頑張れ。高潮当たるんじゃないですか。うわ、またマブチが文句。マブチうるせえ。うん、まあ確かに言うのは正しいな、うん、タイムかかってないもんね。なんぞ。まあでもダメでしょうけどね。大丈夫かな。
には立ってないから大丈夫だと思いますけど。でもあれどうなるんだろう今。あれでね、タイムっていうわけにはないと思うので。インプレーですよね今。今はインプレーのプレーでしょ。まあ明徳が言うのは正しいと思う、うん、ゲームセットでしょ。ゲームセットね、これ普通にね。野手がタイム要求してるそれはまあ間口が文句言うのも分かりますよ。あいつ継続したよ。まあ、すっきりヒット打って終わったら行っちゃいますよ。1アウトでしょ。本来だったらもうゲームセットだと思いますけど、キャプテンお前がいいよ。ゲームセットにはせんでしょ。こんな後味悪いのないでしょ。一塁アウトでワンアウト二三塁でしょ。判定としてはぶつかった瞬間にタイムがかかったと。引けないですよね、こんなちょっと説明せよ、説明を。してサヨナラヒットでその方がスッキリするんじゃないですか。オーストアウト、オーストアウト、ワンアウト二三塁。
ピッチャーっていうのもいいですね。しますね。珍しいんだ。しかも満塁スクイズ。フォークボール。
僕ね、生でタイブレーク見るの初めてなんですよ。いや、僕も見たことない。